皇統は中国の王朝で五代の一つである。李延の党の後継者を辞任して国号を党と,としたので区別するため皇統と呼び名表す。とは楽用。塔末の混乱期に特決佐多部族出身の李克用が加藤節度氏として新洋に駐屯し、三西地方に打ち立てた軍閥がその前身である。李克洋は895年塔の朝廷から 新王の位を授けられたが、主前中との勢力争いに敗れた。主前中が塔を滅ぼして、皇陵を建てると、李克用はこれを認めず、皇陵と戦った。李克用の死後、このリアリ継江が新王を継ぐと、皇陵の内紛もあって進むが優勢となり、力を得た、リアリ継江は923年皇帝を名乗って、皇統を立てた。この際、塔を殺したのは、 祖父の李国政がかつて唐の朝廷から反乱鎮圧の功により国政理を賜っていたからで、唐の後継を辞任し、同年に公領を滅ぼして中国北部の大部分を制圧し、落葉に唐を移した。公領に形式的に侵入し、王に封じられていた南方の諸国は公領の滅亡により、江東へ使者を派遣した。この時に使者を派遣しなかった四川地方の前職は、 925年に、リアリ継ぎにより滅ぼされた。四川征服後、リアリ継ぎは、次第に凶慢となり写真に走り、さらには、主前中が廃止した、党の異臭、軍隊に、宦官の観察をつける制度を復活させるなどして、長子の信頼を失い、926年地方判断に、見舞われる中で部下によって殺された。利活用の用紙の立具元は、 反乱を収集させると自ら定位についた。最小兵働を登用し、政治の立て直しを進めた民衆の知性は比較的平穏に過ぎたが、その晩年再び定位をめぐる混乱が起こった。933年、民衆が病床に倒れると、新王理従社が三脱を企てて殺され、民衆の没語理従圧が後を継ぐと、民衆の養子の理従化が反乱を起こし、 丁位を奪った。しかし、李従家とともに、民衆の古くからの復讐で、民衆の女性でもある石高氏は、李従家が即位すると、信用で、高頭に対する反乱を起こした。石高氏は、北の喫端に振って、援軍を要請すると、自ら定位について、行進を立てた。同年、行進は、李従家を破り、高等を滅ぼした。高等庁では、 最初、表密の提案により、軽書の木版印刷が932年から開始された。この事業は当初従来の王朝と同様に、接刻によることが計画されたが、経費がかさむことから木版印刷となり、公衆の第953年に完成を見た。ありがとうございます。